ちごミルクは。掃除の時間ですよ。おとなしくしてくださいね、先生。もぞもぞしちゃダメです。今からこれが入るんですからね。くすぐったかったら言ってくださいね。うんうん。いいかね。よし。ですから、二人だけの秘密ですよ。あ、そうやって横になったら先生の背中しか見えないので、そうしちゃうと鼻毛が、ダメです先生、ちゃんと横になっててください。